YouTube チャンネル。こちらですね。見えますかね、じゃーん。はい。アルペン東京。はい、新宿にありますアルペン東京さんの方に行ってきました。はい、どうも皆さんこんにちは。ここからだ。サッカーライフ探求家改め。ここからだ。フットボールキングダムのあーさんです。今日はですね、久しぶりに声を出して話しながらゆるーくお届けしたいなと思います。皆さんぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。これからもね、気まぐれではありますが、ゆるーく大好きなものをお届けしたいと思いますんでね、皆さんよろしくお願いします。アルペン東京さん、いろんなものを扱ってますけれども、本当にね、売り場も広くって、いろいろなものが置いてあったんですが、今回はですね、ちょっと、ここに行かないとね、手に入れられないものがありましたんで、行ってきました。ちょっと早速ね、開けながらやっていきたいなと思います。はい。おっと、ちょっとね、見えちゃいましたけどね。はい。さあ、開けていきますか、じゃあね。ガチーンと。よいしょー。いや、アルペン東京さんのね、フットボールコーナーに行ったんですけど、フットボールコーナーにいたね、女性の店員さんがね、サッカー経験者の方でね、すごく勧めてくれるのが良かったんで、皆さんもぜひ、アルペン東京さん行ってみてください。さあ、ということで、今回は、箱から出てきました。このね、二つ。まずはね、ちょっと動画を二つにしたいと思うので、こっちからね、やっていきたいと思います。さあ皆さん、これそうですよ、そうです、噂のあれですね。今回噂のあれを手に入れてきました。こちらはですね、皆さんもご存知だと思いますけども、イニエスタがね立ち上げたサッカーブランドキャプテン、キャプテンの今回はスパイクとトレーニングシューズをゲットしました。実はキャプテンの公式の方でね、注文してたんですけれども、発売日がかなり遅延してしまったということで、なかなかね、手に入れられないと。いつもフォローしているインスタとかツイッターとか見ながら、あ、アルペン東京さんに置いてあるんだと思ってね、トップモデルも試し履きに何回か行かせてもらったりもしましたけれども、実はもう履きたくて履きたくてしょうがなかったんでね、ちょっとゲットしに行きました。キャプテンです。いやー、どうすか、かっこいいっすね。ねえ、めちゃめちゃかっこいいっすよね、やっぱね、これね。さあ、今回は、キャプテンのトップモデルが本当欲しかったんですけど、トップモデルがですね、お店の人によると発売前の直前で何か不具合が発生したということで、発売日前日にですね、いきなり入ってこないというのが分かったらしくてですね、お店の方も非常に困惑していらっしゃいましたけれども、私も公式で頼んでたんですが、なかなか問い合わせをしても連絡が来ないとかですね、イニエスタ頑張ってって感じですけどね、連絡ぐらい欲しいなと思いましたけれども、なかなかね手に入らないんで、ちょっとまあ履きたいなと思ったんでゲットしに行ってしまいましたが、早速ね開けていきましょうか。はい、では今回はこちらのカピテンの、スパイク開けていきたいと思います。では行きましょう。開封。さあ来ましたよ、このね、いつもの包み紙的なやつからブリーン出た、これです。皆さん見ちゃってください。価格見てください。これね、これそうなんです。トップモデルが発売遅延になったということで、どうしても履きたいなと思って、今回はですね、先にミッドモデルを手に入れました。ミッドモデルなのに、この価格。価格はもう、可愛い、ね、優しくないですね。かなり可愛くない価格ですけども、
トップモデル並みの価格ですが、こちらはミッドモデルになっています。トップモデルもね、履いてみたんですけども、ここのね前足部の革がめちゃめちゃカンガルー柔らかかったですね。これはあのいわゆる牛革なんですよね。牛革ですね、これね。はい、牛革なんですが、あの割とね硬くないですね。柔らかいですね。使っていくうちにどんどん馴染んできそうな感じします。でミッドモデルの大きな特徴はですね、このラストがワイドラストになっているということでした。ワイドラストになっているということでね、確かにトップモデルとね履き比べてみると多少広さを感じましたね。で今回は 26.5 を選んでます。だいたい27か 26.5 どちらか迷うんですけれども、割とね今回は、伸びそうな革だったので 26.5 を選びました。最近 26.5 で履くこと多いのかな。で私は最近ですね、フューチャー Z とか、それからアディゼロというね、人工比較、足がね、人工比較化してましたんで、久しぶりにね、ちょっと天然比較化していきたいなと。独自の表現では毎度毎度恐縮ですが、はい、人工比較化していた足を天然比較化したいということで、今回これをゲットしております。はい。ソールはね、まあ、こんな感じで、ね、これトップモデルと一緒なのかな？なんかもう本当にこうね、お店のお姉さんも言ってましたけど、すごいクラシカルですよねって。本当にね、なんか懐かしい感じしますね。はい。はい、もう一足出しちゃいましょうか。お、なんか入ってた。なんか入ってますけどね。はい。お取り扱いに関しては QR コードを読み取ってご覧ください。って入ってますね。はい。イニエスタ。まあでもこれミッドモデルですけど、他のメーカーさんのスパイクのトップモデルって言ってもね、遜色ないですかね。あのやっぱりね、トップモデルのここのね、前足部のトップモデルの革が柔らかすぎるっていうぐらい、ほんとふにゃふにゃなぐらいいい革だったんで、それもね、ゲットして履くの楽しみなんですけど、まあちょっとね、やっぱり試合用かなと。で、練習で履くとしたら、やっぱしこういったね、牛革でもうちょっとね、耐久性のいいものの方がいいだろうなと。まあ私の場合ね、シニアプレイヤーでエンジョイプレイヤーなんで、まあエンタメプレイヤーなんで、あのもうガチガチにそんなやらないんでね、全然トップモデルを練習に使おうが試合に使おうが、そこまで摩耗したりとかね、ひどく壊れたりとかすることないと思うんですけど、まあ気分的にね、やっぱりこっちをね練習用にしてトップモデル試合にね履いていきたいなと思います。さあ、両足並べるとこんな感じです。